ここがレッシアン。たったこれだけの人数で戦いを。先の反乱以前はかなりの数の同志が国中に潜んでおった。だが戦火の中で多くの仲間は倒れ、一命を取り留めた者がようやくここに集ったのでござる。任務に出ている者も含め全員をかき集めたとて、かつての戦力には遠く及ばぬが、皆立派な幽谷の士、今なおくじけずドマ解放を目指す同志でござる。そう、我々は大義のため共に命を懸ける同志。そこにキレンたちが訪ねてきてくれるとは想像していなかったがな。夕霧、よかった、元気そうだね。思ったよりも早い再会になったけど、会えて嬉しいよ。ああ、今しがたちょうど任務を終えて帰還した。おかげさまで今のところは息災だ。何、任務を終えたと？ということは若が見つかったのか？落ち着いてくれ。まずはどうして彼らがお主と共にここへ来たのか、それを聞かせてもらえないだろうか。アラミゴの方でそんなことが。本当だったらすぐにでも帝国軍と戦いたいよ。でもアラミゴ解放軍には立て直す時間も帝国と戦う仲間も必要なんだ。そのためにもドマの解放に力を貸したい。動機はあなたたちと少し違うかもしれないけれど、攻撃会で私たちの決意は見せたつもりだよ。その心意気、しかと受け取った。こちらからもぜひキレンたちに協力を願いたい。どうかよろしく頼む。して夕霧よ、お主に頼んでおった和歌の捜索はどうなったのだ？先の反乱で亡くなられたカイエン様のご子息、国主の後継者であり、今は我らの主でもあるヒエン様を豪雪と私は探していた。敗戦の折、私に民を逃がすように命じたヒエン様はしばしこの地で帝国と戦い続けていたそうだが、最後には深手を負い行方不明になっておられたのだ。しかしこたびの捜索で私はついにヒエン様にお会いすることができた。場所はアジムステップ、ドマの領外だ。まことでござるか？若はご無事であられたのか？今はどちらに？まさかすでにここへ？ヒエン様はご存命で傷も大方癒えていた。だがドマへの帰還を願う私にこう言われたのだ。民がなお戦を望むのであれば将として戻ろう。しかしこれ以上の戦乱を望まぬのであれば自分の首を持ち帰り帝国に差し出すべし。ヒエン様の首を差し出して助かろうなどとドマの民が思うはずがない。私はそう訴えたのだが、あの方の決意は揺るがなかった。ならば真実を確かめて参りましょうと私はこちらに帰還してきたのだ。そう出られたか。なるほど、
若らしいご決断にござる。あの方は民あっての主君であると誰より理解しておられる。故にまず民に再起の志がなくば戦いを強いはしまいと言いたいのでござろう。どうあれ、主君に国と命を捨てさせてなるものか。そのような結末、知っていった者にも申し訳が立たぬ。私は何があっても戦い続けるぞ。その問答、今は控えておけ。はるばる西方から来てくれた仲間をいたわり、ここは一度休憩といたそう。